ぼっちちゃんってクラスのみんなからどう思われてるの？キジ、挙動不審のヤンキー。名前が知れ渡ってる程度にはヤバい人。ロックのヤベえやつって言われてたけど、もともとヤベえやつだとは思われてそう。北ちゃんをおかしくした人。みんな制服着てる中で運動部でもないのに常にジャージ。しかも指定じゃないドピンクがいたらどう思うよ。やべえ、近寄らんとこ。なんかいつもジャージの人。みんな制服で通ってるのに一人だけ学校指定外のピンク色のジャージで常にうつむいてるとか、クラスで浮くわな。別クラスにいたらネタにされてるけど、同じクラスだとどう関わればわからなくて触れちゃいけない扱いされるやつ。ラットの話してて話しかけられた二人組は内心ビビってたのかな。結局北ちゃんと北ちゃんの友達からしか喋りかけてくれないレベルのやべえやつ。交流関係全部北ちゃんに握られてるんだ。北ちゃんの友達の佐々木さん、いい人でよかったね。間違いなく不良。本当に学年の女子との接点として北ちゃんは大事にしなきゃあかんよ。後輩からは軽音楽部のやべえやつと思われてるの。軽音楽部がかわいそすぎない。ごなんとかさん、ピンクのジャージで登校はちょっと普通じゃないのが一目瞭然だからな。後輩からはヒッピー扱いで、画像を待ち受けにすると幸運が訪れる呪物扱いされてる。ピンク髪はちょっと。その髪色で陰キャは無理でしょう。片道2時間かけて登校する不良。みんなでメイド喫茶頑張ってるのにバックレたり、客引きの最中寝たりする人。未知の生物。同級生からはダイブのやべえやつ、後輩からはヒッピーのやべえやつ、妹の友達からは幽霊のやべえやつ。やべえやつしか印象がない。なんならバンドメンバーや師匠からもなんだかんだやべえやつ認定されてる。視線合わせないし目元出さないから感情が全く読めなくて怖い。私はちゃんと見てるからな。将来ミュージシャンとして大成した際にふさわしい過去エピを積み上げていってるけど、本人が望んでる方向じゃないという。しかも本人の預かり知らぬところで噂だけが一人歩きしていく。教室で話に入ろうとしてした時の反応が全てだよ。みんな接し方がわからない人。あれ見るに接し方がわからないだけで拒絶されてるわけではないっぽいんだよね。山田曰く行くよみたいなのがいっぱいいる学校だからかもしれんが。というか文化祭であれだけ印象稼いで進級まで、特に旧クラスで進展がなかったのが悲しすぎる。なんかわからんやべえやつが、なんかわからんすごそうなやべえやつになったけど、結局カーストの外側にいることに変わりはなかったのだ。学園祭に来てた酒臭い人が知り合いらしい。あの人後藤さんのお姉ちゃんらしいよ。文化祭で目立ったのは北ちゃんだろうし、一般高校生レベルなら北ちゃんすごい、ごなんとかさんもギター弾けたんだぐらいだろう。少なくともメイド喫茶で関わったクラスの女子からはよく思われてないだろうなって。後藤さんは休憩してていいよ。そこは優しい世界として考えよう。裏であれこれ言われてるならぼっちちゃんすぐ察して学校行けなくなるだろうし。逃げた上にバンドメンバーと遊び回ってたからな。でも連れてきたバンドメンバーの活躍で売り上げ取れたし、北ちゃんと可愛い他校の先輩2人連れてきてくれて売り上げトップになったからな。逃げてる時も嫌なら言ってくれればみたいに言ってるし。北ちゃんいないと学校で生きていけません。北ちゃんがいないと生きていけません。もうひとりちゃん言い過ぎ。あんあん、ピンクの珍獣みたいなもので構ってみたいと思う人もそれなりにいそう。中学時代を誰も知らない、ジャージで登校、ギター担いでる、休み時間に消える、他校の先輩とバンド組んでる、テストは赤点、文化祭の出し物決める時に爆睡、学校に酒持ち込むやべえ大人と知り合い。こんなのぶっちぎりで不良と思われるだろう。話しかけられないのも仕方ない。